撤収の場合はまず記事が先にあるので、もう本当に何かその記事との語らいみたいな感じですね。ですから記事が何を私に語りかけてくるかっていうところから始まるので、これなのかっていうところ、これなのかっていうことだよね。割と想像してるね、割と安易だよね。毎シーズンですね、だいたいこの間ちょっと数えたんですけど、7000から1万ぐらいの記事を見て、そこからだいたい70種類ぐらいの記事にを選ぶという感じになってる。1回見た記事はだいたい覚えてます。ただ新しい記事っていうのがどんどん毎シーズンできてくるので、これは何だろうっていうものももちろん中にあるんですけれども、本当にその記事間でそのシーズンが決まってしまうので、ものすごくそこは真剣勝負で、その本当に自分がそこで判断したことが結局自分に全部そのシーズン返ってくるので、記事を使ってそのシーズンのこうシルエットとかを出していくんだけれども、そこ読み間違えちゃうと、こういうものを作りたいって思っていたのに全然それが作れないということも出てくるので、それはちょっと本当にいつも真剣にそこのところは取り組んでるつもりなんですけれども、コットンなんですね、ほとんどね。だからこれをコットンサテンストレッチじゃなくてちょっとビスコースの入ったものに変えるっていう考え方もあるってことだよね。とバットバットマンね、こっちの方がなんかちょっといい感じが、ちょっと足りない。こういうものはもう絶対これじゃなきゃこういうラインは出ないよねっていう、もうなんか究極みたいなものもあるので、そういうものは長年使ったり本当に毎シーズン使ったりするものも中にはあります。これがコレクションのボードで、今だいたい60ちょっとぐらいを目指してやっているので、うん、半分ぐらい重いものをいかに軽く作るかっていうのはすごい大きなテーマなんですよね。ドレスなんかだとよくエアリーとか言いますけれども、いかにこう空気をはらんだような雰囲気に作っていくかとか、こういうものもすごい見た目すっごいあったかそうな感じなんですけど、でも意外とそんなに重くない、すごくこうあったかみがあるけれども、多分作るとそんなにドーンと重くならないはずなんですね。あと典型的なこれ、これはジャージなんですけど、そうするとこれ1枚で作れるので、ふわふわでふかふかなんだけど、軽い、すごく軽いです。すごくこう荒れ地みたいなところにものすごく冷たい風が吹いていて、なんかその風の感じであるとか、そこのなんか匂いであるとか感触であるとか、なんかそういうことがすごく気になってたのかなっていう気がするんですね。だからある時はすごくこうその風みたいなものを表現していたのかもしれないし、ある時はそこに立ってる自分がすごくこう温かさを求めてるみたいなところもあったのかもしれないし、それを称してどういう時代を描きたかったのかなって思った時に、やっぱり今の時代ってすごくこうある意味、すごく幸せな時代じゃないのかもしれなくて、世の中もちょっと混沌としてる部分があって、でもその中にあって、そういうなんか、空気の冷たさがあったり、でもそこに何かこう温かいものを求めたりっていうような、なんかそういうものとこうリンクさせていたんじゃないかなと思うんですけれども、だから後で見て、
あこれは風だなとか、あこれはすごくここの中から安心していられるような暖かさみたいなものを表現してるのかなとか、でもなんかすごくその厳しい中でこう凛としていられるような姿を描いていたのかなとか、そういうことがあったような気がします。透明のドレスを作ろうと思ってるんですけど、生地が入ってこなくて、はい、透明のドレス、うん、ここまで透明なのとあんま見たことないかもしれないですね。薄い白いのとかはあるんだけど、そうですね、あれはもう本当生地を見た瞬間にびっくりして、あのそれこそ毎シーズン何千とか一万とかっていう生地を見てますけれども、あんなに透明な生地を見たのは初めてだったので、それですごく驚いて、これに関してはある意味すごく予想がついたっていうか、まあ何だろうっていうところから始まったんだけれども、でもきっとこういうドレスを作ってそのこうまあステージの上を歩いた時にきっとこれはこう見えるんじゃないか、初めて見たものなんだけれどもこう頭に浮かんだ部分があるんですね。女性の綺麗な体を際立たせるというか、着てない体を感じさせるというか、そういうドレスが作れるかなっていうのはその時に思いましたね。ここから隣の縫製をデザインどん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 もっと佳境に入ってくると、はい、前にデザインしたものがあそこで形になっていくのが見えるんですね。みんながすごい黙々と作業してる、それ見ながらあできてるできてるとかと思いながら、でこうちょっと行き詰まったりとかしてる時はこうやって見ながら、あなんかああやって黙々と作業したいとかって思ったりとかしながらこっちから見てても全然みんな気がつかないで黙々と作業してる。うちにとってああいうアトリエっていうのはものづくりの本当に大元というか、あそこがあるからものが作れるっていうところなんですね。ですね、34年ちょっとくらいになると思います。はい、環境自身はまあ、芦田自身がものすごく制作の方っていうのは理解してくれてるというか、とってもいいこのスペースもそうなんですけど、環境を作ってくれていましたので非常にやりやすかったと思うんですが、それはまあずっとまあ、入社した時からまあ、いろいろ変わってはきてますけど、そこの根本の部分は変わらずって感じですね。はい、昭和45年の4月に入社しましたので40数年になると思います。皇族の方のお召し物を主に縫っています。どこのブランドでも多分アトリエで縫う人がいて、それで洋服を作っていたと思うんですけれども、だんだんにアトリエで縫うことが少なくなってきたように思いますね。会社に技術者が30何名いますから、本当にそういう技術的なところにすごく力を入れているんだなと思います。ただ単純にそういう技術者がいるからとか、それを作る、例えば機械があるからとか、そういうものは設備が揃ってるからとかっていうことではなくて、それをに携わる一人一人のスタッフがやっぱり私とかも父とかと同じ気持ちですごく愛情を持ってものを作るという姿勢にあるっていう空間なので、やっぱりそういう人たちと一緒に仕事をすることでやっぱりものが作れるっていうふうに思ってるんですね。でもやっぱりそれは父や母がもう50数年間会社を設立してからアトリエを作って、そしてもう本当に何十年もそこで
人たちがいてっていう人たちからずっと続いているものなので、それは本当にうちの宝だというふうに思ってます。一番はまあデザイナーの意図するイメージ、それをのどこまで伝えられるか、それが もううまくパッといった時はものすごくハッピーですし、そうでない時ももろんあるんですけどもね。ですけどもそれをまあ修正加えたりいろいろしていって、ある程度の形になってきた時に、やっぱしものづくりするって楽しいなっていうことは感じますね、うん、デザイナーが自分のイメージに近く仕上がるとすごく喜んでくれるんですよね。それが嬉しくて、はい、一生懸命縫うっていう感じですか。みんなに、まだちゃん急いでください。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと暗いですか、ね、これいいじゃん。これあるの？あ、それはもう全く今から染めますんで大丈夫です。ん？今から染めます。大丈夫なの？はい、大丈夫です。もうすべてどの色でもできます。はい、これから？はい、これから大丈夫です。間に合います。10日で。この辺ギリギリだ。はい。はい、どうだろう。その本が多分このシリーズの本だと思った。ウエストの裏打ちを黒にしようかベージュにしようかと、カットラインが入るんだったらこう顔をかけた方がこう編んだ後のこの並々線がよく出るんです。で全体にヌードに仕上げたいんだったらこっちなんですけど、ただこういう風なラインが甘くなっちゃうの、うん、でもベージュやってみようかな。ベージュでやってみて、うん、これどうするかだと思うんだけど、ちょっと考えたのはなんかわかんないけど付属みたいなものでよくこう、はい、なんていうの、引っ掛けるものがバーッとついているような、はい、おせんさ、はい、よくさ、はい、なんかこうプレートみたいなものにこうなんかいっぱい、はい、通せるこうループみたいなのがわーっとついたのあるじゃない。あ、はいはいはい、あります。そういうのになってきて、はい、それでランダムに、はい、あ、こうしよう、うん、だからできるだけ細かい方がいいと思うのよ、はいはい、それで別に全部通すんじゃなくて、はいはいはい、半分までいってないんで今からですね、追い込みですね。パタンナの方が今この修正、パタンの方を修正しまして、でそれからソーイングの方でも実際制作も、今日は本当にうまくいきました。やり直しが出なかったっていうのが良かったですね。平面を立体にするのがもうやっぱりパターンナーの仕事なんで、そのやっぱり立体にするところが一番やっぱ大変、そしてこれからまたソーイングの方で塗るのが大変なんで、まあ、また塗ってみてからここがいけないとかやっぱりありますんで、どん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 修正しながらいくんで、一つのものに対して、はい、もう結構気を使いますね。はい、東日本大震災が起きた時に、私自身がすごくたくさんの方に助けていただいたんですね。私たちが被災したわけでもないので、本当にそういう意味では被災された方たちとはもうレベルの違う話なんですけれども、コレクションの4日前に、まあ、震災が起きまして、もう全ての洋服ができていて、あとは本当にお見せするだけっていう状態になっているところで、見せられないという状況が起きてしまったんですね。本当にこうどうしたらいいのか、要するに見せる場を失ってしまったっていうところがあって、
もうその時はあもう一人じゃ何にもできないんだっていうのがもう分かってたつもりだったんですけれども、痛いほどその自分の中に実感したというか、本当にそれはもう感謝でしかなくて、本当にこう自分がこうやって支えられてるっていう気持ちをお返ししたいっていうことが、この南三陸のあのミナタンチャームのプロジェクトをやろうっていう、下地になっているんですね。今山みたいになってるけど、これが高さになるってことでしょ。だいたいこの高さぐらいまで上げるってことですよ。霊碑を建てたり公園ができるみたいだね、この辺にね。あ、この辺は公園になるの。切り込みを入れるっていう、この段階で仮止めを入れてもらうと綺麗にいくかなと。昔はあの昔っていうか縫製会社の方に勤めてて、こういうのは初めてなんだ。楽しいです。もうね、夜時間忘れてやってますよ。震災で会社もダメになったし、ちょっと家にいるうちにこうやってね、仕事に出会ったので、自分の好きな仕事に巡り合ったって感じですね。みんな嫁に出したくないの。子供のような感じ。そうなの、そうなの。ちょっとした力加減で、顔の表情柔らかくなったり、凝ってます。プロジェクトを始めた年がちょうどうちの会社の創立50周年の年にあたりまして、このプロジェクトによってなんか私たちはあのなんかものづくりの原点みたいなことをもう一度あの学ばせてもらえたりとか、私たちも本当にたくさんのことを学ぶ機会になっていると思うんですね。本当にこの感謝の気持ちをどうにか何かでこうお返ししたいっていう、それだけですね。お願いします。ちょっとこれつまんないね、これ柄がね、生地残布のダメ、全体のバイアスになるんで、全部バイアスなんだね。ここはちょうど角が切れて、こういう感じ。ちょっとこう、こういう感じ。ここはもうどっちかというと、ちょうど腰の上で乗っかるみたいな感じにしないで、今全部ぶら下がっちゃってるから。もうちょっと、8センチぐらい。うん、切れるやら切れないやら。うん、
はい、ありがとうございます。今日50人だよね、モデル。モデル80人。80人か。80人。Show me your number. 16. Olga. Yeah, 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 Olga. あとなんか物ができてからじゃないですか。ファッションデザイナーとしてデビューした時に一番聞かれる質問が、お父様とは何が違うんですかって聞かれたんですね。それでそれが私としてはすごくなんか人格を無視されてるような感じがして、すごく嫌だったんですね。それもちろん私は父の娘なので、父がやってきてることも全部見てるし、すごく影響を受けてるところもあると思いますし、あとやっぱりファッションデザイナーとしての父をすごく尊敬しているし、もちろん一緒の部分もたくさんあると思うんですけれども、何が違うのかっていう質問っていうのは、まあ、私にとってはすごく辛い質問で、すごくとんがっていたので、なんか私は父とは全く違う人間ですからみたいな答え方しかできなかったと思うんですけれどもね。でもじゃあその父とどれだけ違うかっていうことを作品で見せろよっていうところだと思うんだけれども、本当に悲しいかな、こう一生懸命こう違う世界を作ろうって思っても、やっぱりまあその大きく見ればきっと同じ世界に行ったと思うんですよね。だからそのあたりは本当に、なんかジレンマというか、なんか辛い時もあったし、あとやっぱり周りからの期待っていうのもあって、芦田純の娘だからきっとこんな世界を作ってくれるだろうっていう、父がやってきたことのその継続みたいな部分で期待されている方も多かったので、やっぱりそういうことも含めて戦いみたいな、その全くそういう方たちを裏切って全く違うものを作るっていう選択肢もあったかもしれないけれども、そういう方たちにとってもこう幸せなものを作りたいっていう気持ちもあったし、だ
からすごく自分と戦ってる時期はあったかもしれないですね。いかにヌーディーに見せてヌードにしないかっていうことが難しい部分なんですね。だから本当にヌードにしちゃえばヌードなんですけど、そういうものじゃなくてちゃんとドレスとして完成されたもので、かつその下にあるその女性の綺麗な体を感じてもらえるものを作るためにはそれなりの技術が必要なので、それはすごく伝えました。体をそのまま見せたいわけじゃないんだけれども、その下にある体が感じられるような作りにしたいのっていうことはすごく伝えたように思いますね。どうしたらいいんだろう。ここに立体感が出ないと。けどここちょっと入る。それか、あ、そうです。そう、それかこのここをこうなってるところをちょっと止めるか。ちょっと足りないね。ちょっとまずここはどうあれか。やってみて誰かまた。カルシすごい似合ってるんだけど、やっぱりでもさっきも、うん、同じことだったね。怒りが来た時も同じだったね。そう、実はもう全部治った状態でリハーサルして、でリハーサルの後にまたちょっと直しが多分出るので、リハと本番の間でやっぱりちゃんとね、この一緒合わせて見てるんですけど、実際リハで見るとねまだあるんですよ。必ず大きなステージで見ると気になることが違っちゃう、やっぱりね、ここ長さはあるんだけど全然スケールが違うから、あとテンションも高いしボリューム感出したかったりとか、すごいなんか気になるところが本当に違いますが、レースってこうやって上から乗せてるんですね、これを裾に。だから裾がまるでこれで、この生地がこれで終わってるみたいだけど、柄でこうカットしてそれをこう重ねてここで履いてる。こういう生地みたいですけど、実はこうやってフィニッシュをしている。完成ですね。
ってあげてるよね。そうするとさ、目がさ、すごくちょっと見えるのと、距離がなくなっちゃうから。からむしろヘレンに着せてあげるか、じゃなくてヘレン2つになっちゃうでしょ。Sort of like using a pocket if you can sort of show the dress inside as well. Can you? Okay, thank you. Thank you. One piece の上にコートを集約してルックを1個減らす感じになりました。なのでそれ以降の腕が全部前に動いていくので、ちょっと季節系がモデルの子がに変更するのに伝えたりとか、ちょっと大きめの変更が今一つある。あんまりないですね。お洋服をモデルの子同士で交換させたりとか、洋服の出順を変えたりとかっていうのは稀に、本当に稀にあるんですけど、結構初めてぐらいかもしれないです。モデル別のボードをちょっと集めてもらっていいですか。ヘレンの1着目にこのコートを着せることになったので、ヘレンのところにそれが行きまして、1個抜けたので、そのまま出順が1個ずつ前へ繰り上がるので、番号を書き直してあげてもらっていいですか。あとこれがリボンがなんか中に入り込んじゃってて垂れてなかったのが見えてた、なんでもっと折ってもらう。これで縫ってる。これ袖のジッパーちょい上げ、それのジッパーちょっと、うん、今全部ガツンとしましたので少し上げて、着てもらってどのくらい開けるか、両脇開けるか、肩脇開けるか、どちらしますか。ここで下げれば1枚だけ、あ、ここで止めるって言ったら、ね、いいよね、とりあえず、うん、これバタバタだ、面白い。
This is Tae Jun, the wife of the ambassador of Argentina. みんなこう、こう使命を与えられてこの世の中に生まれてきてると思うんですね。それで多分私は洋服を作るということが自分の役割だと思っていて、それでまあ他の道にちょっと進もうかなと思っても別にそれができるわけじゃなくて、結局は洋服を作るという、ファッションデザインをするということに
まあ、自分の人生がずっとこう歯車が回っているので、やっぱりその洋服を作るということは私自身の全てな気がしますね。